皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和元と申します。本日ですね、海外メーカーとのこのオンライン商談の際にですね、Zoom とか Skype でね、最初に出会った瞬間、どういった切り口でですね、商談の方を進めていけばいいのか、これについてですね、本日は話してみたいと思います。もし本日の内容にご興味があったら、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、そうですね。早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。オンライン商談ということで、海外のメーカーさんとかと話すわけなんですけども、やっぱりね、オンラインになって顔が見えた瞬間でですね、ハローっていう形でですね、進めていくんですけども、ほんとね、1分2分ぐらいでもいいので、アイスブレイクっていうわけじゃないんですけども、来てくれてありがとうっていうことで、どうですかみたいな話とね、ちょこっとやっぱした方がいいと思います。で、僕がよくやってるのはね、最近コロナの状況どうですかと、日本ではこうこうこうでというね、感じで聞いている感じですかね。そこでね、結構話に乗ってくるようであればですね、まあ大体は皆さん答えてくるんですけども、まあそれを答えてから今日のトピックに入っていきましょうみたいな感じで話を進めていく感じです。なのでまあ入ったらね、サクッと日本の東京たちの数ですみたいな感じで言ってですね、そこから日本ではまだコロナがね、毎日新感染者数がね多く増えて大変なんですよ、ワクチンも十分にはまだ行き届いてないんですっていう、まあそんなね話をして、そちらの国はどうですかって形でまず聞きます。まあコロナの話をするのが一番いいのかなと今は思ってます。なぜかというと、まあ、全世界で理解している共通認識なので、話として共感が得られやすいっていうのがやっぱあると思います。まあ、コロナの前とかではですね、例えばオランダにかけるとかですね、以前僕はオランダにいたことあるんだよとかですね、まあ、そういう話もいいかもしれないですし、いいところですよねとか、まあそういう感じでね、まあ、話をしたりとかして、まあちょっとこうアイスブレーカー的な会話をちょっとするっていうのはですね、うまく商談を進めていくのにはですね必要かなと。やっぱり長すぎてもいけないですし、5分も10分もね雑談してたら向こうとしても疲れてくると思うんですけども、 1,2 分ぐらい話に入る前の雑談っていうのをね考えておくと、相手の人間力とかも見れたりとかするので、まあ、そういうのはね結構僕はやったりとかしてます。はい、なのでですね、商談に入った時ってはですね、まず最初にアイスブレーカーっていうのでね、なんか考えてそれについて話をするっていうのはねいいんじゃないかなと思いますので、この辺はねぜひ商談に入る前にですね、その人がアメリカのマイアミだったらちょっとこうマイアミネタをちょっと考えたりとか、ドイツだったらそのドイツのネタを考えたりとかね、まあそういった感じでね、ちょっと話を持っていくと面白いんじゃないかなと思っております。はい、じゃあですね、本日はですね商談に入る前のちょっとねアイスブレーカーの会話、どんなことをすればいいのかということについてですね、シェアさせていただきました。本日の内容が良かったと思っている方はぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですねぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐのについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.